田と対戦。ピリオに続く現役極真戦士との戦いだが、アンディが K1 3戦目のグラウベに胸を貸す形となった。アンディがちょっとリラックスして左から打ち込んでいく。さあアンディが距離を詰めていくか。まあ、グラウベはこれが3度目の K1 ということになるんですが、前の2戦はザーッと膝です、ね、膝です。今左の膝が軽くヒットしましたが、アンディの身長です、ね、おっとアンディの後ろの足にバックスピン、前に出る前に出る、グラウベが前に出る、アッパーを叩き込んで、そして右の膝だ、赤い力抜群のあの膝、アンディといえどもあの膝、そしてグラウベのハイキックは一発でマットに沈められてしまいます。クラブ、左フックいいですよ、はい、クラブ高い蹴り欲しい、あー左キック高い蹴り欲しいですね、グラウベの左ハイキック、散らした方がいいですね。さあそして左の膝、あの膝は180センチの高さまでアンディの身長まで届きます、グラウベの膝。しかしアンディも冷静か、まだ距離がですね、アンディなんですよね、距離がアンディ、おい、これが先手のアンディが入り込む、しかしアンディも前に出た、ほら、左のスライド、アンディが出る、左のガードを奪われた、おーおっと、あのね、左フック、これは素晴らしい、パシンと乾いた音が大阪ドームにこだましています。あのもっと左フック出したいですね、左のストレートはアンディ、一発ではグラウベですからね、破壊力は、コンビネーションのアンディ、一発ではこのグラウベフェイトーザ、このグラウベフェイトーザ、新山の前に、おっと、これが究極の空中戦か、かかとを放ったアンディ、かかと越しとビッグトルネードですね、ああいいパスですよ、いい右で入った、いい右で入りました、アンディが入った、ペチンがペチン、追い込まれたペチン、またまたブラジルの怪物の前に審査をなめるのか、アンディ・フグがガードを絡めています、しかしアンディも耐えたか、こんなアンディは見たことがありません。いやアンディもすごい表情、ものすごい様子を見せています。グラブ、気持ち負けてほしくないですね、これがアンディの経験なんでしょうか ね、磯部さんが集中力という言葉をグラウベに与えていました。やっただからグラウベもですね、チームトレーニングやったり、ブラジルではね、世界大会の前に座席組んだりとかですね、そういうトレーニングやってますから、あよし、あっと左の膝、しかしアンディのラッシュか、グラウベの膝とアンディのラッシュ、後ろ回し蹴りが空中に入る、返されてダメですね、さあ、あ左のブラジリアン入って、しかしアンディは、アンディは下がりません、あちょっとアンディのパンチ効きましたね、効いてますね、アンディの拳がグラウベを捉えて、しかし、しかし、いけいけ、ミドルキックが交錯、左のストレート、アンディ、そしてコンビネーションをまとめていく、グラウベが何もできないか、最後最後最後、さあ最後どちらの精神力が上回るんだ、左のローキック、アンディ、時間がない、ここでもラウンド終了のゴング、右の拳を上げたのはアンディ・フグ、2人目のアンディ・フグです、ミスター K1 鉄人アンディ・フグ、極真が生んだブラジルの人間狂気をかわしました、極真世界王者。